中日宇佐美慎吾、今年の漢字一字。中日宇佐美慎吾捕手は12日シーズン途中の6月に日本ハムから中日へ移籍した今年を漢字一文字で転と振り返った。チームが変わって転勤したというのもありますし、転機になった1年でもあったので、今年は野球人としての視野が広がりました。8月にはセリーグタイ記録となる月間3度のサヨナラ打を放つなど存在感を放った。来年に向けて掲げたのは勝ち、何としても勝ちたい、今年はいいところで打って来年はもっと求められると思うのでしっかり結果を出したいですと決意を示した。あんた離婚したやん、なんで1年で離婚するんやろ、結婚した時は興味なかったけど離婚が早すぎて気になる。離婚の離れ転落でなくて、新山千春ですら旦那がプロ野球選手現役のうちは旦那の肩書きだけは自慢したくて耐えていたのにな。ハワイと時差がマイナス20時間ぐらいあるからサトテルは今遊んでるはず。リアルにウェーって声出たよ。サトテルハワイでひっくり返ってるよ。ご視聴ありがとうございました。